世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画はカリブ海の最強海賊マッカニアについてです。パイレーツといえばいわゆる海賊の総称を指し、海上で略奪するものという意味を持っています。その中にはバイキングがいたり、敵国船舶略奪許可状を発行された私略船プライベーティアといったものや、フランスのコルセアといったものが存在しています。今回はそんな海賊の中でも特に残忍であったカリブの海賊マッカニアについて紹介していきます。マッカニアとはどんな生活を送り、掟があってなぜ残忍さを持っていたのかを知っていただきたいと思います。それではどうぞ。17世紀の初頭、スペインは新大陸で発見した宝のすべてを独占的に収奪しようとしていました。しかしヨーロッパからは次々と船が訪れ、その結果カリブ海にはフランス、イギリス、オランダの海賊があふれかえるようになってしまいます。そんな混沌とした時代、1630年から1680年頃にカリブの海を荒らし回った海賊たちがマッカニアです。このマッカニアという名前の由来は、現在でいうハイチの原住民から野生化した牛や豚の肉を武漢という木製の焼き網で燻製にする方法を教わり、それを海岸を通る船に売っていたことから来ているとされます。武漢がブーキャンニエというフランス語を経てマッカニアとなっていきました。こうして燻製を売る人々もそれを買う海賊たちも合わせてマッカニアと呼ばれるようになりましたが、このことからもわかるように、本来のマッカニアは必ずしも海賊だけを指すものではなかったのです。そもそもマッカニアの始まりは、現在のハイチ、イスパニョラ島の北西岸にあった無人の居留地に住み着いた人々でした。彼らは海賊、囚人、流刑にされた政治犯、過激な宗教的思想の持ち主、負債からの逃亡者、浮浪者、逃亡奴隷、奉公人といった何らかの事情によりカリブの海に置き去りにされたあらゆる国からの脱落者たちです。国籍でいうと大部分がイギリス人かフランス人でしたが、オランダ人やアイルランド人、スコットランド人、現地の原住民、アフリカ系などもいたんです。そんな小さな島に置き去りにされれば、生きていく手段には必然的に海賊というものが上がります。彼らの海賊活動というものは最初こそ極めて小規模なものでしたが、次第にその人数を増やし、いつの間にかカリブ海の支配者と言えるほどになります。そして最初はならず者の男ばかりでしたが、次第に女性も定住していき、一つのコミューンとなっていきました。そんなマッカニアは極めて乱暴で、時には数千人のマッカニアからなる海賊の群れが都市を占拠し、本国に対して身代金を求めるといったこともありました。こうしたマッカニアこそ一般的な海賊のイメージに一番近い存在と言えるんです。マッカニアは作った肉の燻製を銃や弾薬、酒、タバコといったものに交換して生活していたといいます。男たちは長いものでは2メートルもある火打ち石式の銃を手にし、腰には常に 1,2 本の短刀を下げていました。肉が好物でしばしばスペイン人の牧場を襲ったりもしましたが、海の上ではウミガメの肉を好んで食したんです。居住は海岸に建てており、シュロの葉で覆った掘ったて小屋でした。大抵は6人から8人のグループで暮らしており、その中の基本的なルールとされたのが、あらゆる持ち物を分け合う平等制です。中にはマトロタージュと呼ばれる1対1の濃密な結びつきになるものもおり、この場合は持ち物も全て共有されました。さらにもしどちらかが死んでしまった時には、残されたものが全てを受け継いだと言います。極端なケースになると、マッカニアに女性が加わり、それぞれが結婚できるようになった時でも、お互いの妻を共有していたとされているんです。マッカニアは先ほども触れた通り、もともとはイスパニョーラ島を居住としていました。しかし、1629年から30年の間に、イスパニョーラ島の北西にあるトルトゥーガ島へ移住していき、ここに海賊たちの砦を築きます。トルトゥーガ島は水と肥沃な土地に恵まれた島で、何よりも防御に適した自然の港があり、まさに理想的な隠れ家でした。これに手を焼いたスペイン政府は、
ここで実に愚かな策を取ってしまいます。それはハンターを派遣して島の野生動物を絶滅させ、バッカニアの食料を断とうとしたんです。しかし島から食料がなくなってしまえば、それを外に求めるのが普通でしょう。バッカニアたちは島を捨てるということより、周囲の海を航海するスペイン船をより一層激しく頻繁に襲うという選択をします。実はこれまでは彼らは食料に瀕した時だけ闇に紛れて小さな船を襲う程度の海賊に過ぎませんでした。それがスペインの作戦によって積極的に獲物を狙う海賊へと変貌してしまったんです。トルトゥーガのバッカニアは沿岸の同胞たちと名乗る一種の民主的な同業組合を作っていました。そしてこのメンバーになるためには、沿岸のしきたりと呼ばれる厳しい規則に従うことを誓う必要があったんです。バッカニアたちの間では国の法典よりこの規則が優先されていました。ここからバッカニアの掟を紹介していきましょう。結婚をするとき以外は名字を名乗ることは禁止。航海に出るときは事前に会議を開き、食料の調達地を話し合いで決める。それと同時に自分たちが求めるだけの富を得るための目的地や獲物の分け前についても決めておく。富の分配は船長、船大工、外科医と続き、その後負傷者が優先される。右腕を失った者は8レアル銀貨800枚、もしくは6人の奴隷。左腕、右足を失った者は8レアル銀貨500枚、もしくは5人の奴隷。左足を失った者は8レアル銀貨400枚、もしくは4人の奴隷。片目または指1本につき8レアル銀貨100枚、もしくは1人の奴隷。上記を支払った後の残りすべてが各人の分け前となる。以上のようになっています。バッカニアにおいてリーダーは通常船員の5から6倍の分け前を受け取り、以下それぞれの地位によって決められた分け前を与えられました。さらに獲物の最初の発見者には上乗せボーナスというものもあったといいます。このような決まり事と信頼関係で仕事をする以上、裏切りや嘘というものは絶対に許されません。戦場では鍵をかけることは許されず、当然お互いが私物を盗んだり獲物を隠したりしないことを固く誓い合っていました。もしこれを破って盗みを働けば、1回目で耳と鼻をそがれ、2回目で壺一杯の水とマスケット銃、弾丸のみを与えられ、無人島に置き去りにされてしまったんです。トルトゥーガ島に移ったバッカニアたちが危険な存在だということは、スペインもよく理解していました。そこで1635年1月、バッカニアを根絶するために、スペインの討伐軍がトルトゥーガ島に上陸します。本気のスペイン軍の前とあっては、寄せ集めの海賊のバッカニアなどはひとたまりもありません。そして彼らはことごとく捕らえられ、全員縛り首になってしまったんです。しかし、この時に逃げ延び、わずかに生き残ったバッカニアたちもいました。彼らはスペインに対して激しい恨みを抱き、復讐を誓い合います。その恨みは凄まじく、スペイン人を見かければ、必ず徹底的に略奪と殺戮を繰り返していきました。しかも、トルトゥーガ島で大多数が殺されたにもかかわらず、バッカニアに加わる者たちは後を絶ちません。そもそもバッカニア自体が脱落者の集まりであったため、この時代のカリブ海ではいくらでも参加者がいました。こうしてトルトゥーガ島は以前よりもはるかに多いバッカニアで膨れ上がっていったんです。彼らのスペイン人への襲撃はとにかく残忍さを極めていました。そのためスペイン領の港や都市にバッカニアが来ると情報が入れば、住民たちは大慌てで貴重品を手に城塞や内陸の国に逃げ込んだといいます。バッカニアはスペイン人を見かけると捕らえるまで徹底的に追い回し、老若男女問わず、たとえそれが子供でも激しい拷問を行って貴重品や財宝の場所を聞き出そうとしたんです。それは火炙りであったり、手足に綱を結んで四方から引っ張ったり、手足の指だけを縛って吊るしたりと、まさに残虐そのものでした。彼らのスペインに対する憎悪は想像を絶するもので、戦いでは常に捨て身で挑んでいたといいます。いつの時代でも最初から命を捨てて挑んでくる者は思いがけない力を発揮する者。そのためほとんどの戦いでバッカニアは勝利し、
スペイン人は恐れることしかできなかったんです。いかがでしたでしょうか。カリブ海の最強海賊バッカニアについて紹介いたしました。本編でも触れましたが、今回紹介したバッカニアこそ一般的に持つ海賊のイメージだったことがお分かりいただけたと思います。このバッカニアの中から誕生した有名な海賊にはエドワード・ローやフランシス・ロロノアといった残虐で悪名高い者たちがいました。また機会がありましたら彼らがどんな海賊だったかについても紹介したいと思います。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。